こんにちは。こんにちは。はい、PL の続きということで。で、僕はまあ1年生で関わってて。いや、そうだ、まあ、唐突に始めても、その日の頭やないか。あ、そうか、そうか。そうか、そうか。PL 1年生でどういうのがあって、今、辰巳1年生から、まあ、レギュラーになって、で、僕たちは、まあ、5回チャンスがあるじゃないですか。で、1年に入って、まあ、優勝しました。まさきは夏優勝しました。で、彼は2年生の春の選抜出ました。で、1回戦で負けました。どこに負けたの？浜松商業ですかね。まさかでしょ。いやまあでもやっぱり常にね、上の桑田清原世代の方と比べられるので、やりにくかったですね。やりにくかった。やりにくかった。でもね、秋はめちゃくちゃ打つんですよ、やっぱり、うん、1番やったんですよ。で、先発6番だったよ、うん、あれなんでやろな。打順が1番を出しときゃね。やっぱり1番タイムじゃないですか、うん、完全にな。僕ね、唯一見たのあの1個エラーしたよな。エラーした。僕ね、たくさんの選んであれだけなんですよ。え、どこでした？甲子園でですね。選抜で1回戦で。それが点になった。もうっていうかもう大敗、大敗したんで。大敗したん？8対1よね、うん、ピッチャーであるじゃん。あの月城さんというね、まああの、あんまり知らないな。伊藤のエースなんですけど、まあ、まあ普通のピッチャーだった。だから、たくさんのエラーしたんは僕それしか見たことないんですよ。それ覚えてる？覚えてないです。覚えてるやろ。覚えてない。覚えてない。いや、エラーはしたよな。エラーはした記憶はあるけど、どんなエラーか覚えてない。でもその1個しかエラー見たことない。見たことない。チートドッグなんかで、ね、エラーすることはまずないですよ。エラーないやろ。いや、あのね、うまい、これね、僕らね、うまい選手っていうのは、バウンドが合うじゃないですか。だからバウンドを必ずショーパンで取るっていうね。いや、そう、入り方がすごい。そうそう。なんのその、無駄がないというんですか。まあね、バッティングチはできなかったけど、送球は良かったですよ。ファース投げてくる送球は僕はファースでバチッと僕は取るわけですよ。そう、お前ぐらいでかかったら投げやすいよな。なぁ、まあとお前マジみたいにでかいんやから。でも僕なんかめちゃくちゃ下手くそやったから、必死ですよ。ほんと下手くそやったから。で、甲子園、夏の甲子園なんかね、真っ白ですよ。いや、そう、見えない。だ、見にくいんですよ、めちゃくちゃ。ね、で、まあ、そっかってなって、ほんで、僕らは春夏連覇したんですけど、決して春夏連覇できるぐらいの強さではなかったじゃなかったですよね。そうか、秋の近畿大会で大阪、正代栄っていうチームに勝った方が甲子園出れるという試合で、5回まで5対1ぐらいで負けたんですよ。まあ、大阪大会の準決勝、そこに完封負けしたんですよ。で、3位ギリギリで近畿大会行けたんですよ。ほんでもっと言えばそこに立浪が行く予定だったんですよ。そうなんです。自分そこ決まったんですよ。そう、それなんで PL 来たの？いや、やっぱり当時 PL に行きたかったっていう憧れと夢と。なんで決まってたんですか？あの、中学生の時の監督が、うん、その正代栄の監督、山本浩二さんのお兄さんですよ。はいはいはい、はい、と親しい関係で、うん、まあ、そこに行くって決まってしまった。そのチームはそういうルートがやっぱあるじゃないですか。これはやっぱり辰巳がいい選手はもちろんいい選手ほどそのルートをね、に行かなきゃならないじゃないですか。ただ決まってるとこ、やっぱりそこを覆しまで PL に来てくれたわけですよ。で、その相手とやったわけですよ、甲子園かけて。あ、僕が正代栄行ったら多分負けますよね。いや、そういうことですか。いや、そういうことかもわからないよ。でも、行ってたらさ、プロ行ってへんのわからないよな。まあ、それもありますね。いや、そらプロには行ってる。いや、あの厳しい練習だったらわからへんな。いや、プロには行ってるかもわからないけど、こうなったかどうかはわからないよね、うん、逆にもっと良くなってるかもわからへんな、うん、いや、逆になすいません。佐岡の印象って言ったら、野球よりもね喋るよ。いや、喋りじゃなくても、1年生暗かったんですよ。乾杯。ああ、ね、で、京都からやっぱり一人っ子でしょ。ああ、やっぱり一人っ子ってやっぱりね、ちょっと当時いませんやん、あんまり一人クラスに一人いるかいないかです。子供暗いし、で、寮生活しんどいし、容量悪いし、やっぱり一人っ子だからね。喋る元気もないわけですよ、もうあんだけ投げて投げて、もう帰ってきたらサンドバッグ状態ですよ。でもそれが選択始めるわけですよ。なんかしなくてもね、お前大丈夫かみたいな。逃げるもんだらしい。忘れるもんさ、1時、2時にね、あのバケツをひっくり返して椅子に座って洗濯もこすってるわけですよ。先輩のね、ユニフォームも、まあ、スライディングしたらね、うん、だからそれ見て、絶対逃げると思ったから。夜中の2時。そうですね、1時、2時ぐらいじゃないですか。1時、2時ぐらいです。これ寝たいよな。もうね、逃げると思ったから、いつも声かけたんですよ。手伝うか、あーいいよ。タツは優しいな。まあ、ね、自分もやることがたくさんあっただろうんですよ。いや、自分容量が終わってたんですよね。そういう容量かなと思ったら、片岡こう一生懸命選択してるんですよ。これは僕はずっと素直な練習を言うわけです。
だからその宣伝もできないじゃないですか。終わったそれも選択しないからしな、自分のもね、うん、だからたまに自分のなんかいいやと思ってますね。だから風呂入れない時と結構ありましたよ。そう、2人がこれだけ親密に仲良くなったきっかけっていうのは何なの？でその時からね、声はかけてよくくれてたんですけど、うん、こっちはもう片やバリバリのもう2年生からレギュラーですよ、うん、僕らの学生になったってレギュラーになれるかどうかわからないような選手だったんですよ。でね、これほんとにまあ僕もなんかこう、うまいこと、まあ、3年生新チームになって、まあ、じゃあ背番号3番いただいて、全然打てへんかったんですよ。それまで仲良かったんですけど、PL の教えになる徳を積むとかね、感謝しなさいっていうのがあるんですけど、うん、まあ、立浪キャプテンと同部屋やったんですね。あ、そのさっき言ってた将来世代の話で続けてなかった、うん、なん将来世代に5対1で負けた中盤まで話そんなお前なこと編集してください。いやいや編集でいいんやその時に、うん、その将来世代の話とか翔太さんな、これやっぱ俺らの春夏全部語るには欠かせないことなんですよ。でその完封負けしたとこと11月の8日ですわ、大阪の駅大会の準々決勝覚えてるよな、覚えてるんですよ、ね、私の記憶はね。ほんで負けられへん言ってあってもう気合いできました。ほな先発の村あのカンカン打たれてあの3点取られたんです。で1点が3対1ですで3回ぐらいかな、3回か4回に橋本がめちゃくちゃ速かったの8番、うん、覚えてるな、まあ、ちょうど投げてなったんですよ。で、2アウト1塁2塁で橋本出てきたんですよ。ほな5番のや B バッターにあの宇宙外にガーンって寒いだったらなんですよ。で、あの時マウンド集まったの覚えてる？もう何とも言えない気持ちです。俺何しにPL来てんというふうな。まだお前一回も出てないしね。あ、そうですね。たくさんは選抜経験してる。こんなとこで負けれないやろうってことを言わないんですけど、まあ、そういう雰囲気が漂った、ね、空気が。もうな、ほんで、まあ、チェンジャーって帰ってた時に中村監督が僕ら同級生一人亡くなったんですよ、あの事故でね。で、お前らは何かしゃべってたらダメだみたいな、今日は南の月命日やと、お前南が泣くぞみたいなこと言われたんですよ。で、それ5回表終わって言われて5回裏は僕からですよ。7番ファーストでかいなでかいな、7番ですよ。気合い入れて、おらー言うて、サーバーおらー言うたら初球出とこうよお前声出してたの？それいや、そりゃそうですよ、もうそんな感じですよ、当時はおーいみたいな。で、初球でドボールですよ嬉しかったですよ、打てへんから僕は全然おっしゃーみたいな。バットをね、投げ気味に行きながらも膝の裏やからめっちゃ痛かったんですよボケ思いながら、まあ、思いながら嬉しく行った、ファースト行ったって。で、ね、僕7番やったんですよ。で、次ね、8番伊藤かなんかやって、それも繋いだんですよ。ほんで僕すぐセカンドランナー行ったんですよ。ほんならまたピッチャーの牽制投げたんですよ。また僕おめでとう当たったんですよほんで僕はもうめちゃめちゃ痛かったんですよでも痛いどころか嬉しいじゃないですか。なんで嬉しい？いやいや、嬉しい、塁に出ないから僕あんまり。いやでもデッドボールで塁に出たのは嬉しいかもわからんけど、牽制でお前嬉しいか。いやいや、なんかしなくて塁に行くことが嬉しいんですよ、ね、ほんで行くぞみたいになってそこで2点返したんですよ。走れたんや。走れたんでしょうね痛かったけど、痛いというよりも、もう甲子園に出なきゃいけないっていうね。それで2点返して6回裏に3点取ったんですよ。立浪のファーストライナー覚えてる？ちょっとまたそうか、弾いたのが始まりやった。お前よー覚えてるな。自分も打った自分も覚えてない。野村が左中間にあの最後ボンと2塁だったんですよ。ほんで投げ返して8対5で勝ったんですよ。あん時が一番嬉しかったね。それで選抜が決まった。そうですね、だから結構ギリギリだったんで、はたから見たら PL だから勝手当たり前っていうなんか見られ方してたんですけど、自分らの時は全然そんなに。それはね、相手のピッチャーも良かったの、いいピッチャーだった。いいピッチャーそれプロ行きたの？いや、大学でも良かった、社会人でも10年連続表彰されるようなピッチャーです。ああ、そうなんだ。で、あの社会人も監督もやったり、今高校の監督もしてますけど。ああ、そうなんだ。当時フォークボールだったもんな。そう、高校野球でフォークボールですよ、ここなんで。スバクサと2人ね、そう当時日本ハムに入った。でもその厳しい PL はさ、説教とかなかったの？
でもさ、皆さんも知ってる通り、もうそこはもうあんまり語らずに行きましょうよ。